こんにちはゴルフコーチと吉本匠です、えー、今回ですねこの飛距離に行き詰まってしまった時に実践できるこのアドレスのポイントをご紹介したいと思いますで、このいろいろ飛距離ですねアップさせてもいろんなことをやっていって中にはですねこの飛距離行き詰まってしまったっていう方いらっしゃると思うんですがそういった時にまあ一つの起爆剤のようなポイントを今日はご紹介したいと思いますで、このポイントというのがアドレスの前傾角度になるんですが通常のアドレス前傾角度今今まで通りやってる前傾角度でボールを打ってる状態 からこのアドレスの前傾角度をまず始め少し浅くしてみますでそれで何球かボール打ってみますで続いてはいつものアドレスの前傾角度から少しこの前傾角度を深くしてみますでこれもほんの少し前傾角度を深くしてみてえボール打ってみます実はですねこのアドレスの上半身の前傾角度っていうのはまあ、自分がですねこう構えやすいところに なってしまいがちでまあ、いわゆるこのボールを打っていると楽なアドレスを取ってしまいがちになりますでそうなってしまうとその楽なアドレスで まあずっとボール打ったりランドしてるとそれが当たり前になってしまってそこからですねこのいろいろ飛距離アップさせるいろんな動きを取り入れていくということになるんですがそうしてしまうとこのできる動きにこの上限ができてしまってまあどうしても飛距離のアップのもう頭打ちをしてしまうということがありますでそういった時にですねこのアドレスの上半身の前傾角度を少し変えてみるというのが一つの起爆剤になりますでそれによってですねこの今までできなかった動きができるようになったりとか今までできなかったこの形というのが作れるようになったりします,なのでです、ね この飛距離が行き詰まってしまったという場合は1つの,このまあ食療法ではないですけど起爆剤として少しアドレスの上半身の前傾角度を少し。 浅くしてみてボール打ってみるでさらには深くしてみてボール打ってみるというのを試してみてください。でででききななかったことがるるようになる可能性もありますでいろいろアドレスの前傾角度を試行錯誤した中で,です、ね、一番このしっくりくるアドレスであったり一番この成果が出るアドレスというのを取り入れてみて新しいそのアドレスで飛距離アップというのを試してみてください。